ここは変わり者たちが集まる町ダイバタウン。これはそこにある某テレビ局に勤めながら世界征服を企むグールたちの物語である。簡単にテレビ局の社員になりすませましたね、先輩。我らグール族は人間と違って不老不死、幾千年もの闇夜に生きてきたのだ。グールにはできないことはないのよ。ああ、俺たちは襲った人間の形状とかデータを引き継げるから楽っすね。でもどうせ襲うならジャスティン・ビーバーみたいなのが良かったわ。ちょ、なんでおねえ言葉なんすか。さっき襲った男はあっち系だったらしいのよね。ああ、キモいっす。今さらキモいもねえだろう。俺たちはグールだろうが。とにかく世界を我らグールの支配下に置くのよ。 OK? OK です。おい、ダーフク、ダーフク、ラキム先輩、なんかあいつ話しかけてきてるっす。私の社員証には福田って書いてあるわよ。ダーフク、ラキム、夜行座銀で死すっから、チャンネルも座れるなよ。全然意味わかんない。旧支配者語？説明しよう。あいつはここダイバタウン出身で常に業界用語らしい気。マジでいるんだ、あんなやつ。てかお前誰だよ。声と見た目合ってねえよ。私の名はグーキー君です。職業は取ってつけたかのように執事、そしてこの作品のマスコットキャラクター。人気が出てこなければ声もビジュアルもすぐ変えられる都合のいい存在ダッキー。ぶっちゃけすぎだろ。よいしょいしょい、レイコさん、レイダーのマダメ、ああこれ、え、レコ、ちっぱいんだよ、ちっぱいんだよ、おい。物語は続く。